おはようございます。今日はね、土曜日なんだけど、お仕事がこの後あるので、まあちゃちゃっとおむすびを作って、お弁当の分と夜ご飯の分と朝ご飯の分としておむすびを作ろうかなってわけで、おむすび結びます。猫が来た。やっぱさ、なかなかさ、手作りを食べる機会が減ってしまったなっていう人すごい多いと思うんだけど、私もそうなんだけど、でも手作りが一番いいよね。猫が来た。よいしょ。雨だよ。ほい。できました。今日のおむすび、塩のおむすびです。